テレビアニメ時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーレさんウェブラジオ、時々ボソッとロシア語でラジる隣のアーレさんロシラジ。アリサ・ミハイロブナ九条役、上坂すみれです。この番組はテレビアニメ時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーレさんのウェブラジオ、作品の最新情報をお届けするとともにラジオオリジナルのメール企画をお届けします。今日は天崎さんがお休み、クゼクーのバカということで大丈夫です。今日はとってもとっても頼もしい助っ人が来ておりますよ。ということでゲストの方はこちらです。全然大丈夫じゃないです。マリア・ミハイロブナ九条役、藤井幸男です。よろしくお願いします。お姉ちゃん、お姉ちゃん、ちょっとどういうこと。私は、ロシエラジは、スミペちゃんと天崎さんのラジオだって聞いて来てるけど、台本見たら私しかいない。スミペちゃんと私しかいない。今クゼクは訳あって、赤坂の街を走り回っているから、こっちに向かって今頑張ってマラソンしてる。ワイプでずっと走ってるからクゼクが。なのでちょっと最終回にはきっと駆けつけてくれるんですけれども、今日は姉妹水入らずでお届けということで、私でも楽しみ、このゲストさんとお二人でやる回っていうのがなかったので。確かに私もだってびっくりしてるものね。そうなんですよね、しかも、私も回せるかっつったらそうでもない。え、絶対大丈夫だって、ゆきおさんよりちょっとマシぐらい。私よりマシ、よかった、ちょっとマシぐらい。身を任せていくね。だから、のんびりやりましょう。そうだよね、このさ、ラジオさ、いつも聞いて思うけどテンションがおかしいことになってんのよ。でもそれは、もうね、やっぱりこう相沢さんとかね、さやさやとか独特の空気の持ち主がいらしてて、いつも場を支配してるんです、若様とかね。そっかそっか、そうなんです。のんびり行こう。だから、今日はもうゆきおさんの、空気でやっていただいて。本当に大丈夫、なんか急に再生数がちょっと心配になっちゃう。そんなことない。大丈夫、もう私がいっぱい聞く。私たちはあれじゃないですか、アフレコ始まって割と間もない時に、私が急に誘って差し飲みに行った中ですよ。そうなの、ちょっと聞いた皆さん、私なんと上坂すみれと差し飲みをさせていただきました。なんか付き合わせちゃったな、あれすごい嬉しくて、しかもさ、お店もめちゃめちゃ美味しかったじゃない。それはね、ゆきおさんがね、決めてくれたの。そう、なんかね、その地図で評価がいいところを出ましてみたいな、的確なね、すごい楽しかったね。本当になんか、2人の、生い立ちから今に至るまで、そうなの、実は結構めちゃめちゃ深い話を初めての差し飲みとは思えない、結構ね、いろんなトークをしてね、全部話してくれた。そう、そうだった。涙したりしてた。なんか私のために泣いてくれたりしてすごいね。なんかもう、なんかさらに、前から好きだったけど、なんかさらに大好きになっちゃって。そう、なんかもう、日本酒をいっぱい飲みながら、ゆきおさんが、すみぺちゃん大好きって言ってくれる。いや、本当にすごいのよ、この子はとってもいい子なの。もう、差し絵でした。差し絵ラノベの、ラノベに酒は出てこないか。ラノベに日本酒出てこないけど、ね、で、なんかね、どんどんお酒が進むごとにね、スミペちゃんがどんどん陽気になっていって、どんどん、いろんな人を召喚しようとして。そうだね、酒癖の話になった時にね、なんかとってもフレンドリーになるんですみたいな言ったら、もうまさにその通りで、最終的には私のことをブワーってハグしてギューってしてくれて、それでお別れしたっていう、とっても楽しい夜だったね。いや、でもなんかそれでなんかグッと、前からこう好きでしたけど、こう、仲良くなれたなっていうのが結構序盤でできたのが、勇気出してよかったなって。本当にありがたい。みんなとも行きたかったね。いや、でも結局ね、アフレコ全部終わった後はね、音響監督さん行きつけのパーティーパーティーなお店で、あれ、音響監督さん行きつけのお店だったの。なんか、高寺さんに聞いたら、いつも僕はここを使ってますよみたいな。高寺さんすごい おしゃなところで、すんごいなんだ、ね、飲んでるんだね。テキューラ
みたいな。でも美味しい、美味しいお酒なんだ。そう、そこでも、うん、でも女子陣がみんな結構飲み勢じゃないですか。確かに結構みんなお酒はね、全く飲めないっていう子はいなかったかな。うんうん、そうそうそう、すごい木崎さんの酔い方が可愛かったんですよ、ね。確かにマキちゃん。あんなお酒強そうな顔してるのに意外と確かに一番お酒が弱かった気がする。飲むとテレ屋さんになるっていう、うん、ね、そう、かわいい。いや、見せたかったな、みんなに。はい、うん、そんな感じで今日はお届けしていきたいと思うんですけど、はい、お便り来てるのにちょっと読みますね。はい、くぜ家の壁さんからいただきました。ありがとうね。ありがとう壁、いつもありがとう。私はアニメからロシデルにハマって、うん、先日ついに原作小説を読破しました。アーリアさんもめちゃくちゃ癒しですが、マサチカの秘めたポテンシャルと、うん、背負った過去という普段のギャップに完全にノックアウトされてしまいました。うん、今は神オープニングをループ再生して鑑賞に浸っています。皆さんは最近何かに感情を動かされましたか、ということでいただいております。でもこのオープニングはね、ほんと何歩再生してもいい。私さ、そのオープニング映像も本当に神で、うん、もう何回も繰り返し見ることわかるんだけど、うん、移動中本当にこれを超聞いてて、あの携帯からあの再生数多分すごいエグいことになってるの。そう、私毎日そう、上坂すみれあのアーリアちゃんの歌を一番輝く星で一番聴いてる。すごい聴いてテンション上げて仕事行ってるんだよね。確かに、うん、あの曲は、うん、もうすごいなんか朝に聴きたい、聴きたいし、なんか作品もとってもなんだろう、すごい見た後にすごい爽やかな気持ちになるからね、うん、なんか元気欲しい時に聴いちゃうんだよね。確かに、うん、私もなんかアーリャさんがあの、ま、とあるこの楽曲配信サイトで、うん、あのアーリャっていう、こう、うん、歌手名で登録されてるんですけど、うんうん、今私が見た時点で、うん、リスナーが29万人いて、うん、その中の一人です。多分同じサイトだったら多分私その中の一人です。お姉ちゃん、お姉ちゃんがフォローしてる。いや、うん、そう、本当に曲がね、うん、あのエンディングのアレンジも含めて、うん、本当なんか世界観とマッチしててですね、毎週の楽しみだよね、エンディングもね。確かあれを毎週コンテを考えて、うん、リリックビデオみたいなの作ってるの、本当作業として考えたらいかほどかって。本当だよね、冷静に考えて、やばい、うん、最近何か感情動かされましたかってあったりする？感情動く、感情ってでもいつも動いてます、ね、素敵、エモーショナルすみれ。ファッションすみれです。ファッションすみれだね。素敵よ。え、ある？ね、全然ロシデル関係ないんだけど、うん、あのお芝居の勉強会とかたまに行くの、はいはい、でそこで見たお芝居があまりにも良くて、もうね、おえつするレベルで泣いちゃった。なんか普段映画とか見て涙してもあそこまで見たくなかないんだけど、なんかね、そういうのあったな、昨日。わー、うん、この生のお芝居に、そう、生のお芝居にワークショップで、そう確かに、ワークショップでおえつってすごい、そう、すごい素晴らしかったな、相当だったんですね。そうなのっていうのもあったりした。でも、ゆきおさんぐらいお忙しくてもワークショップに行くのがまずすごくないですか？全然、なんかちょっと言ってて恥ずかしくなってきちゃった。すごい向上心の塊。違うの、うまくなりたいの。よくなりたい、いい役者。私いい役者になりたくて、うん、すごい、一番輝く星だ。ありがとう。そう、素晴らしい、ありがとうね、向上心を持ち続けている、うん、頼りがいのある先輩でございます。では、行きましょう。ロシラジスタート。テレビアニメ時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーレさん、ウェブラジオ。時々ボソッとロシア語でラジる隣のアーレさん。まずはこちらのコーナー、こんなデレ判定。お題となるシチュエーションを事前に発表、リスナーの皆さんからその時にボソッと言われたいデレセリフを募集し、私が3段階で評価します。今回のお題シチュエーションは、朝早く教室に行ったらクラスメイトの女子が自分の机で寝ていた、あの、ここ僕の席なんだけど、と言って起こした時にボソッと言われたいデレセリフです。今回のデレ判定はゆきおさんに
お任せします。この3つのですね、少しない、かわいい、これつまらない、あ、ぼっちない、普通に、かわいい、ロッシー最高、かわいいね、もう本当にかわいいね、説明聞いてた聞いてた聞いてたどうしよう、かわいちゃん、なんで楽しいこんなんだ、最初もう全部ポチポチ押すでしょ、ポチポチ、ね、選んでね、よかったよ、はい、うん、まずは、うん、雪月のテオさんからのセリフ。あの、ここ僕の席なんだけど。あの、勘違いしないでよね。間違えただけ。間違えただけだから。ロッシー。あー。ちょっと店長、日本酒持ってきてください。朝から。ちょっとね、いや、これすごい。あのさ、ラジオ聞いてる時もすごいコーナーだって思ってたけど、これ私目の前でスミペちゃんがやってんのよ。この絵を見ながら私は日本酒が飲みたい。私も飲みたい。なんてすごいんだ。ごめんな、いや、なんだって。あ、これは、うん、多分、うん、こう僕の席なんだけどって言われて、うんうん、あの多分このテオちゃんは、うんうん、あここがなんとかくんの席なんだって言ってちょっと早起きしてこっそり覗いちゃおう、座ったりしちゃおう、でも急に眠気が来てふって寝ちゃって、うん、気がついたら、うん、その気になってる男の子に声かけられて、うわーってなってるの。何その青春、うーん、あーひっくり返っちゃったあーひっくり返っちゃった、綺麗な喉が見えるえ、これゆきおさんは読まないんですか。読まないです。もう読まないです、読まないです。読んでる時も可愛いね。真剣にやらせてもらってるんで、本当にね、プロよ、読んでよ、続いて、じゃあ続いてはトウモロコ、あ、ねえねえ、ごめん、かわいいってか言って、ごめんね、続けていい、簡単できなくなっちゃったでしょ。これが聞きたいでしょ、みんな。トウモロコシさんからのセリフです。あの、ここ僕の席なんだけど。うん、知ってるよ。やっと話しかけてくれたね。なるほど。これは意外な、ドキドキしちゃう。ちょっとこれは、うん、クラスでも、うん、なんか線の細い、うん、こう僕っ子として有名な、うんうん、結構病気がちで学校来ないんですよ。え、ちょっと待って、今渡されたもうそんな設定出来上がってたの、まあ、私の頭の中でコンコンと設定が今湧いてくる、うんうんうん、白髪の、まあ、キャラで、うん、あんま学校来なくて単位ギリギリ系の子なのね、うんうん、で、本当に儚くて、うん、で、誰だっけみたいな感じなんだけど、うんうん、でもすごく美少女だって言って、うん、僕の声優なんだけどって言ったら、うん、パッと顔を上げて、うん、もう今日で僕転校するんだ、その前に一言言っておきたくて好きだったよって言って、うん、朝礼でトウモロコシちゃんは転校することになりましたっていう話になる回の、うん、アバンアバンなんだ、アバンアバンなんだね、アバンですごい、ね、すごいね、胸が苦しい、すごいね、胸が苦しいすごい、ちゃんと設定とかも教えてくるんだこのコーナーびっくりしたな今。あ、でもこれ、うん、天崎くんとかは、うん、はい僕はって言ってこう思いますって乗ってくんだ、すごいぞここのパーソナリティは。若様くんもはい僕はこう思いますって結構挙手制で、生徒たちの挙手制で選択が変わったりもします、うん、すごい圧倒されてて今すごいと思って、なので、うん、ゆきおくんも全然挙手して、うん、思いついたら発言していただいても結構ですよ。そうします、はい、はい、ゆきが妹に欲しかったさんのセリフです。ここ僕の席なんだけど。パパ、あと5分、あと5分だけだから、ロッシーちょっと一回息つかせてもらっていい。なるほどね。
はい、こちらも設定ございまして。設定ございますか？早い。うん、お願いします。これ、まあ、寝ぼけてるので今いつもこんな口調なんですけど、うんうん、あの、実は、うん、学級委員長なんですよ。ああ、そのギャップか。学級委員長でめちゃくちゃ厳しくて、うん、廊下は走らない、うん、まったくみたいなキャラで、うん、もう成績も全部 5! オール5、うん、なんだけど、うん、めちゃくちゃあのお家では甘えん坊なのを隠していたんです、うん、でもここでバレちゃって完璧主義の、うん、あのまあゆきちゃんとしよう。ゆきちゃんは、うん、このことを皆さんに言わないでいただけますか。そこから、うん、僕の言うことは全部聞くようになるんです。悪いうわー、さっきちょっと弱み握られちゃったんだね。そうだから、うん、放課後に、うん、あの放課後のちょっとこう準備室で、うん、あのチアコスとかをちょっと待って、悪い悪い悪い、こっそり着てもらったりするんですよ。そんな妄想を今一瞬で。恐ろしい子。あなた恐ろしいが素晴らしい。悪魔が来ました。今ね、雪の悪魔がね、血がついてます、うん、はい、はい、では続いては鈴木さんからのセリフです。あの、ここ僕の席なんだけど。私の匂いつけておいたからもうあいつの匂いはしないよ。ちょっと待って、これ困る。どれをしたらいい。どれうわー。いや、でも気になる。この後が気になる。判定はすごく難しかったけど、これは、うん、あの、まあ、この子、まあ、お察しの通りヤンデレなんですよ、うん、すごくヤンデたね。で、うん、あの、まあ、鈴木ちゃんはまあヤンデレなんですけど、この、うん、僕には、うん、なんか最近仲良くなった、うん、あの趣味友がいてね。で、趣味友が、うん、あのお料理もうまくてお弁当作ってくれたんです、うん、昨日。あ、なんてこと。で、うん、なん机くっつけて食べようよって言って、あ、鈴木ちゃんも食べる？え、全然いいよ、3人で食べようよみたいな。2人でどうぞって言った次の日、うん、こうでしたっていう。ちょっと待って、待って、ちょっと待ってね。お前、ヤンデレというところあまり通ってきてない。おぉ、ヤンデレの文化を。文化をそんなに通ってきてないがゆえ、これは、あの、たまらないの？それとも、怖いの？たまらないと、怖いが、うん、結構こう、6、4ぐらいで変動するのが、ヤンデレのスリル。もう、こんなに狂気的に自分のことを愛してるんだっていう喜びと、うん、だけど、いつかはこう自分もなんていうの、その狂気にさらされてるしまうかもしれないみたいな危うさ。なんかこんなに自分のことを思ってくれてる愛を受け止めたい気持ちと、うん、でもあのなんかちょっとの勘違いで、うん、あの僕の命が危険にさらされるって。でもあのこの子は僕のことを本当に好きだから、うん、あの大事にはしたい。あー、その二人の結末めっちゃ気になるわ。そう、え、すごい。私今何のコーナーやってるんだろう。なんかすごい。すごい、なんかストーリーのなんかすごい、なんか全然こういう何可愛いセリフを言うコーナーの感じじゃなくなってきた。だんだんどうしよう、あのこれは、うん、どうしよう、こんなデレ判定をやりすぎて私が勝手に設定熱ゾーンになってるから。すごい才能だよ。設定熱ゾーンマンになって、すごい聞かせて。ありがとう、楽しい。はい、じゃあ、うん、まだ行きますよ。シニアさんからのセリフです。あの、ここ僕の席なんだけど。見られた。こうなったらこいつの記憶を消すしか。ロッシー。ちょっと待って、これもまた気になる設定ですね、はい、これもう設定を聞きたくなってる。もう一回聞いて設定を聞く。設定聞きたくなってる、うん、はい、この子は学年でもだいぶ浮いてる中二病の子なんです。あ、そっか、これ中二病か。そう、なるほどね。こう、うん、あの一人称はヨです。ヨか、あ、癖強いね。ヨが投稿したぞ。将来恥ずかしい。あのこれはもう4月1日にやっちゃったもんですから、うんうんうん、あのでも本人はノリノリでやってるんです、うんうんうん、でも寝てる姿は割と至って普通に可愛くて、うんうん、あのそれが自分はもう恥ず、このシンデちゃんは恥ずかしいの。素を見られちゃったみたいなこと。そう、もっと夜は眠ったりしない。あ、
そう。すごい、なんだろう、この胸がむずかゆくなってちょっと恥ずかしい感じだけど愛おしい感じ。記憶の消し方も、うん、あの持っていた折りたたみ傘をジャキーンってやって、バニッシュメント。うわー、痛いね痛いね、最高だね。でも優しいから、寸前でポカってスッとやるだけ。なんて可愛い生き物だろう。これで何時の記憶は消えた。ふん。あ、好きかもな。あ、好きかもな。結構刺さるぞ。中二ちゃんに優しい。クール系女子はたまらんさんのセリフです。あの、ここ僕の席なんだけど。ん？どいてほしいの？なら奪ってみなさい。あなたに女子に触れる勇気があるならね。ロチ、いや、もう演技力が素晴らしい。もう幅広いね。すごい、これノータイムでしたね。すごい。いや、なんかもういろんな女子を演じ分けるからもうびっくりしちゃって。いや、でもこういろんなの送って本当にみんな一行でよくこんなキャラ分けをね、これは、なんと、先輩でした。年上だと思ってた。なるほどね、先輩だ。そうなの、僕は1年生なのに、なぜか3年生の、こう学校でも、もうプロポーションで有名な、先輩がなぜか僕の机に、なんでだなんでだって。で、その後も、なんで、あの先輩が、あの僕の席に座ってたかは、あの、しばらくわかんない。しばらくわかんないんだ。そう。その二人、なんでなんだろう、すごい気になる。そう。ここまではちょっとね、まだ作者もちょっと書けてないんです。作者に書けてない。ここまで書けてないので、まあ、ここはちょっと議論の余地ありますね。なるほどね。はい。保育士のちんともさんからのセリフです。あ、私も完全にお客さん。いきます。ここ僕の席なんだけど。はい、カット。そんな起こし方じゃキュンキュンしないよ。はい、もう一回寝るから。うん、どうぞ。ロッシー。いや、もうね、上坂すみれもすごいけど、ちょっとなんかリスナーさんも本当にすごいなと思ってきた。何このバリエーション。そうなんですよ、かぶってないでしょ、ね、今のところ。すごい。これは、まあ、幼馴染なんですね、僕の。あ、幼馴染なんだ。幼馴染で、結構これしょっちゅうやってって、なるほどね。このいたずらをね。そう。これで、もう僕がいつも同じ起こし方するから、ちょっとこうね、かましたろうって今日は。もう絶対好きじゃん。そうなの、絶対好きじゃん。でも幼馴染だから、どっちかから好きって言わない限り幼馴染なの。関係が壊れたくないんです。ロッシー。ワイプッシュ。楽しい。はい、はい、優しくほじほじさんからのセリフです。あの、ここ僕の席なんだけど。これどうしよう。あなたの椅子温めておきましたよ。ちょっと待って。いや、でもね、気になるな。すごい気になるから、やっぱりこれでいこう。これは斬新だったね、今ね。これはクラスの秀吉。クラスの秀吉。クラスに秀吉ポジションがいる。クラスに秀吉が一人いて。ついつい何でも温めちゃう。温めちゃう。大丈夫、それ本当にクラス名で妖怪とかじゃない。大丈夫そう。なぜか、でも確かに、あのずっと秀吉だから、あの何年経ってもでも、そう、温めてくれんだ。そう、何でもね、こう、わらじでも。そっか、今日は俺の、僕の席だったんだってことか。すごい、アニメのジャンル変わったね。急にね、これだけ歴史になる。やばい、秀吉の CV がちょっとまとまってなかったですけど。いや、でも転生ものかもしれないね、もしかしたら。確かに。確か秀吉が転生してきたんだ。転生したら JK の秀吉。すごかった。ということで、本当にたくさんのデレ判定をいただきました。いや、楽しかったな。
私このコーナーすごい好きなんですけれども、うんうん、いや本当にゆきおさんが大喜びしてくれるので、私さ全然セリフ読んでないくせに息切れがすごいわすごかった。聞いてる方もなんかカロリーがめちゃめちゃ高いコーナー でも全部やってたから本当にもう素晴らしかったし、皆様のメールも本当に素晴らしかった。もういろんな上坂すみれを引き出してくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、以上こんな手で判定でした。ロシラジ、続いてはこちらのコーナー、ロシデレ名物討論会。ロシデレキャストでリスナーさんから募集したお題を出演者がそれぞれ2つのポジションに分かれて徹底討論。アニメ公式 X 上に2択アンケートを公開していますので、リスナーの皆さん、私たちの討論を聞いた上でどちらを支持するかアンケートにお答えください。まずは前回発表できなかった第8回の結果発表です。テーマはマーシャさんに膝枕をされる派 79.8%、 する派 20.2%、 投票数3334票もいただきました。となりました。大差いやです ねこれこの会議では結構する派の主張が強くて、する派がいいかもってなってたんですけど、みんなはやっぱ王道。そうね、私もまあされたい。私もされたい。確かマーシャさんで、マーシャさんが、膝枕をされてえみたいにな、そんなドキドキしながら、こっそり膝枕されるマーシャさん見たいという。確かに、なんかマーシャだったらえいいのとか言ってなんかコテンってすぐ膝枕されに行っちゃいそうな気もしないでもないけど、熟睡しそう。確かにすやーすやー、かわいい。それもかわいい、そして前回のテーマ2位その色の結果は、白派 55%、 黒派 45%、 僅差で白派の勝利でした。白なんだ、意外。意外、まあ、普段あんま見れないからかな。確かに白の方がロマンかもしれません。あ、なるほどね。ロマン、白の方がロマン、なるほど。いや、この2位層議論についてはちょっと私が、あの血管切れるほどちょっとあのうるさく言っちゃったもんですから。そうだよ、言ってたよね、あの絶対領域の話をしてないって怒ってたやつだよね。ふざけるなはい、そしたら333先生が、圧がすごいってX で書いてくださってました、みんな聞いてくださってる、本当にありがとうございます、ですね、で今回のお題メールをご紹介しましょう。どこださんからいただきました、アーリャさんにアーンしたい派かアーンされたい派か。ちょい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 、何これ、困っちゃうじゃん、困っちゃうじゃん、こんなの決められないじゃん、こんなのどっちも欲しいじゃん、でもどっちかを選ばないと世界は滅ぶんだ、世界滅ぶの、どっちか選ばないと私たちは意見を分かれて戦わなくてはならない。これでも選んでいいですよ、姉ちゃんが、姉ちゃんが選んでいい、うん、ちょっと待ってね、アーリアちゃん、ちょっと一瞬ちょっとシミュレーションするか、ちょっと待って、うん、なるほど、わかりました。お姉ちゃんは、はい、アーンしたい派では私は、アーンされたい派で参りたいと思います。今回は九条姉妹対決、行ってみましょう。ロシデレ名物討論会スタート。マーシャアーリャちゃん、マーシャアーリャちゃん、アーン、あーアーリャちゃんがちょっと反論しなさいよ。アーンしたい派じゃなかったの？そうだった。マーシャ、マーシャ。喜んじゃった私。お姉ちゃんないのよ。お姉ちゃんのね、普段アーリャちゃんがそんなことしてくれないから。確かに。喜んじゃった。作中ではあまりないわね。じゃあ行くわよ、アーリャちゃん。はい。アーン。子供じゃないんだからやめてよね。いや、それもいいね。なるほど、ポジティブか、それもいい。いや、なんかこのあーんって素直に口を開けてくれるのも嬉しいし、今みたくなんか諭されたりとか、もしくは恥ずかしがる、え、待って、無限大じゃない、え、アーラちゃんの反応無限大じゃない、待って、分かった、今勝ちが見えたよあのあーんってするときはよりも、あーんってされるよりも、あーんってする方が
いろんなアーリャちゃん見れる、いろんなルート分岐がある、これだわ。あ、それは発見かもしれないが、大発見だった今。負けない負けない、うん、待って、うん、まあ自分で言うのもなんだけど、うん、私はツンデレなのね。私はツンデレで今期やってるの、うん、それで、うん、そんなツンデレのヒロインが、うん、心を伝える表現って言ったら、うん、昔から恥ずかしながらアーンするに決まってるでしょ。恥ずかしながらのアーンか、そのアリちゃんも可愛いよね。だってアーンしてる時は喋らなくていいんだもの、うん、しかもこっちが攻めに回れるわけ、うん、なるほど、こっちの方が優位なのよ。プイってしちゃったら、プイっちゃっプイっちゃったらプイっちゃったら、うん、もうそうね、負けない。でも負けない、この差し出したこの、うん、やっぱ抜いた刃は戻しちゃいけないの。戻しちゃいけないのね。そう、うん、あのね、だから、うん、あの、ふーん、そう、食べれないっていうの、どうして、もしかして恥ずかしいの、へー、あーんされるのが恥ずかしいなんてずいぶんうぶね。なるほどね。でもそれでもなんかずっと観察してて、なんかアーリャちゃんが恥ずかしがっていくのを見るのもいいな。アニメでもそんなシーンあったし、なるほど、それもいいな。しなきゃ。あの、でもそうだな、うん、アーリャちゃんにあーんってすると、うんうん、なんだろう、あ、ちょっと気持ち悪いこと言うけど、うん、アーリャちゃんの歯並びだったり口の中が見えるわけじゃない。普段さ、予想外の角度、普段なかなか見れないじゃない、そんな、なんか口元にさ、そんな注視するときってあまり大丈夫そこで私。大丈夫。その秘密のアーリャちゃんが見れるポジションっていうのもやっぱりいいな。待って、それに私が与えた栄養、それによってアーリャちゃんの体は作られるわけでしょ。つまりアーリャちゃんは私、あれ、一緒になれるってこと、もしかして。あ、これいいんじゃない、やっぱりアンする方が。クセ君、帰ってきて。マーシェが壊れた。やめて、マーシェじゃない、今のは雪よ。マーシェはちょっと汚せないわ。あ、びっくりした。あ、びっくりした、びっくりした。急に宇宙がどんどん、はい、なんか幸男さんの背後にどんどん宇宙が見えてって、そうだね、最終的にはなんかアーリャちゃん作れるんだっていうところで、そう、もう答えが出た。もうなんか、うん、歯の中にヒュッて入ってって、うん、その中に土星がヒュッてあって、このパフェからアーリャちゃんの栄養となって、そう、血となり肉となり、あ、アーリャフってなって、うん、こうパフェになって、またパフェがフィッてなってアーリャになるカットが見えた、うん、わー、壮大だね。すっごい、何のアニメなの。すごい質問だったんだね、これってね。フェチの話じゃなかったね、これは。アーリャを、アーリャを作ろうだったんだ。はい、うん、ということで、うん、アニメ公式 X 上に2択アンケートを公開していますので、リスナーの皆さん、私たちの討論を聞いた上でどちらを支持するかアンケートにお答えください。そしてこのロシデレ名物討論会は今回で最終回でございます。私たちは X 上でその結果を確かめさせていただきますので、うん、ぜひともぜひともアンケートのご協力をお願いします。以上、ロシデレ名物討論会でした。テレビアニメ時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーレさん、ウェブラジオ。時々ボソッとロシア語でラジる隣のアーレさん、エンディングのお時間です。まずはロシデレからお知らせです。テレビアニメ時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん、東京 MX、BS 日テレなど全国24局各配信サービスにて絶賛放送&配信中です。放送時間などの詳細はアニメ公式ホームページをチェックしてください。そしてブルーレイ &DVD 第1巻は2024年9月25日水曜日発売予定。特典にはアリサミハイロブナ九条水着バージョン、7分の1スケールフィギュアに原作333書き下ろし小説、原作イラストモモコ&キャラクターデザイン諸田雄平書き下ろしボックスなどが付属、豪華仕様となっております。特典キャンペーン情報詳細はアニメ公式サイトをチェックしてくださいね。続いて原作情報。原作小説は現在第9巻まで、
講談社マガジンポケットにて連載中のコミックスは現在5巻まで発売中、ぜひチェックしてください。さらに時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーレさん桃子画集が好評発売中です。超人気イラストレーター桃子先生が描いてきた120点を超えるロシデルのイラストを掲載、豪華書き下ろしイラストピンナップに原作小説1巻から8巻のイラストを完全網羅、記念イラストなども多数収録。さらに原作者333先生書き下ろしのここでしか読めない短編この後めちゃくちゃいじられましたも収録されていますので、ぜひお買い求めください。続いての情報です。ロシデルがセガラッキーくじになって登場。コンビニエンスストア、ホビーショップなどにて2024年10月に発売予定です。価格は1回770円、かっこ税込みで、セガオリジナルの書き下ろしイラストを使用したくじになっています。デフォルメイラストもセガオリジナルです。アーリア、ユキ、マーシャの可愛い水着姿は見逃せませんよ。続報はセガプラザでチェックしてください。そしてセガプライズよりロシデルのアミューズメント専用景品が展開中。アーリャさんが大きくデザインされたバスタオル、セガオリジナルの寝そべりぬいぐるみや雑貨などが多数登場。アーリャさん以外にもユキ、マーシャたちもラインナップされたマスコットやラバーマスコットは大注目。全国のゲームセンターやオンラインクレーンサービスでアーリャさんを見つけたらぜひプレイしてゲットしてみてください。またロシデルがオンラインくじサービスくじ引き堂に登場。アーリャのとっても可愛い新規書き下ろしイラストを使用した豪華景品などが盛りだくさん。くじ引き堂公式サイトにて10月より販売開始です。詳細につきましてはくじ引き堂の公式サイトをご確認ください。さらにロシデルから新商品が登場。アクリルスタンド、缶バッジなど様々な商品が展開予定です。発売は10月を予定しております。続報についてはアニメ公式サイト公式 X からの発信をお待ちください。続いて先日ゲーム化が発表されたパズデレの情報です。時々ボソッとロシア語で出れる隣のアリアさん初の公式スマートフォンアプリゲームパズデレのリリースが2024年に決定。現在アップストア、 Google プレイストアでの事前登録を受付中。パズデレはアーリャさんたちの可愛さが詰まったお手軽スリーマッチパズルゲーム。時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさんが好きな方はもちろん誰でも気軽に楽しめます。また9月4日のロシデル第10話よりパズデレの CM も放送決定しました。アーリャとマーシャの掛け合いをお楽しみください。さらに公式 X では7週連続で出演声優の直筆サイン入り色紙のプレゼントキャンペーンも実施中。ぜひフォローしてリリースをお待ちください。はい、さっきね CM をちょっと拝見したんですけれども、うん、チビキャラのね、アーリャとマーシャが、うん、こうパズデレの紹介をしてくれてる、とても可愛い、ね、可愛かったね。もう本当にたくさんの方が早くも事前登録してくれてるみたいなので、うん、すごくね楽しみですね、うん、待っててくださいね。はい、はい、みんなで事前登録をしてリリースを待ちましょう。最後に YouTube ロシデレチャンネルの情報です。YouTube ロシデルチャンネルでは最新 PV やショート映像などが公開中。ぜひチャンネル登録して最新映像をチェックしてください。ということで、うん、第11回2人会だったんですけどいかがでしたか、ね、いやなんか最初はあ大丈夫かな私喋れるかなって思ったけどひたすら笑ってたら終わったすごいコーナーだったね。どっちともまさか、うん、アーリャちゃんを連戦しようとアーリャちゃん連戦アーリャちゃん連戦しちゃったよねそうなんかそう失敗したらね失敗したら私ってか、うん、アーリャちゃん全身鋼になっちゃったねそれでなんかロシデルの日記がねちょっとあの、うん、旅をそのそ片腕がまあ義手のマーシャと ね全身剥がれアーリャちゃんの旅のね、うん、ストーリーに変わっちゃうねなんてでもこう相変わらず水着のね、うん、こう半径は出るよっていう、うん、すごい想像膨らませてたよね休憩中もねそうなの、うん、そんな自由な翼を羽ばたかして楽しかったです楽しかったすごい、うん、ね本当になんかあの、うん、もうねあの待望のこう前社会だったので、うん、こうなんかゆきおさんのこう本場が楽しいのに急にこう恐ろしいことも言うっていうちょっと見せちゃったよね大丈夫だったかないやもう素晴らしかったです、うん、私大好きですこのゆきおさんのお話、うん、なんとですね、うん、このロシラジなんですが、うん、次回が最終回です、早いよやだよ
ねえ、そこなんとかしてくれよ。うん、クジャくんもまだ間に合ってないし。本当だよ。はい、まあ、なんですけど、あのゆきよさんには引き続き最終回にもご参加いただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで最終回、皆さんぜひぜひお聞き逃しないようによろしくお願いします。ということでお届けしたのは、アリサ・ミハイロヴナ九条役上坂すみれと、ゲストのマリア・ミハイロヴナ九条役藤井幸男でした。ウビーズムス。